サイモン・コロシモは、オーストラリア・メルボルン出身の同国代表サッカー、選手。コロシモは、1997年に、AIS 卒業後、同年に創設され、NSL に参戦する、カールトン SC に加入した。デビュー年からレギュラーとして活躍していたことから、バイエル・ミュンヘンとパナシナイコス FC から関心を、寄せられていたが、 1999年7月22日、マンチェスターユナイテッド FC の新前試合ツアー戦で、アンディコールのタックルで膝を負傷したことで、1999から2000シーズン大半を欠場することを、余儀なくされた。このシーズン終了後に、カールトンが解散したことにより、2000年3月14日に、地元のサウスメルボルン FC と契約した。 メルボルンで1年プレー後にヨーロッパへ移動しイングランド2部のマンチェスターシティ FC に加入さらにその1年後にベルギーのロイヤルアントワープ FC に移動となかなか定着できず2002年にオーストラリアへ戻り NSL のパースグローリー FC2004 年にリーグが解体されるまでパラマッタパワーで過ごした2004年マシュービングリー アンテ・ミリチッチラ同胞数人と共に、マレーシアのパハン FA に加入し、再編された、このリーグで優勝をした。新設された、A リーグに参戦するフルスパースグローリーに誘われ、オーストラリアに戻り3年契約を結んだ。2006から07シーズンに、チームの MVP に選ばれた。A リーグのオフシーズンを利用した4ヶ月の短期レンタルで、 トルコのシバススポルに参加し、2007から08、シーズン開幕に向けて復帰すると、チームのキャプテンに任命された。しかし、シーズン終了後に、シドニー FC へ移籍する動きが噂されると、パースのサポーターから歓迎されなくなり、敵意を向けられ、終盤戦の数試合は、スタメン落ちが続いたため、2008年1月22日に、双方合意で契約を解除し退団した。 1>, 1月27日2008から09シーズン開幕に向けてシドニー FC に2年契約で加入。翌2009から10年シーズンはシーズンを通してコンスタントに印象的なパフォーマンス披露。その集大成として2度目となるジョー・マーストンメダルを獲得し CB として決出した選手となった。2010年3月31日同僚のクリント・ボルトン。 ジョン・ア・ロイジと共にメルボルンハートに移籍した。この新クラブでキャプテンとなったコロシモはアデレード・ユナイテッド FC 戦のロスタイムにゴールを決めて2から1で勝利した。1997年 AIS 所属時に U-20 代表に選出。翌1998年19歳の時にフィジー戦でオーストラリア代表デビューを果たした。 さらに翌年の 1999FIFA ワールドユース選手権のメンバーに選ばれた。1999年7月18日、メルボルンクリケットグラウンドで行われる、マンチェスターユナイテッド FC との親善試合に、ラウル・ブランコ代表監督に招集されると、この試合で、アンディ・コールに膝をタックルをされ、ストレッチャーで退場。 内側側副人体の全十字人体を負傷。全十字人体再建術が必要と診断され、半年間ボールを蹴られない日々が続いた。この件に関しカールトン SC の GM は、法的措置の構えを見せた。怪我から回復後は、シドニーオリンピックや FIFA フフコンフェデレーションズカップ2005等に、出場。また、AFC アジアカップ2007を戦い抜き、 本大会進出に貢献したが、リザーブメンバーにとどまり AFC アジアカップ2007のメンバー入りは果たせなかった。イタリアからオーストラリアに移住したイタリア人の家系に生まれる。ビアンカという名の妻と2人の子供がいる。AB、フットボール、ローヤーズインアクションオン、コールタックル、コロッシモ、バックインパース、コロッシモニュー、パーススキッパー。 コロッシモノットフィーリングザラブフロムパース、シドニーオンアラートアズコロッシモレフトアウトオブパースウィン、コロッシモ、パートス。フリードバイグローリー、シドニー FC サインズサイモンコロッシモ、ツーツーイアーディール、コロッシモジョインズアルエシーアットハート、スポーツ、フットボールコールアキューズドオブエゴプロブレム、コロッシモパーミットプロブス、コロッシモラインズ、オンヒズフィートアットシドニー。ありがとうございます。